ということで、ヤマハの BB が登場します、ね、これね、ヤマハの BB、本当にあのレースやってる方は憧れた方も多いと思います。ロングセラーですね、僕も22、3年ベース弾いてるんですけど、高校生の頃に、本当に欲しくてたまらないベースの一つでした BB。 その BB でもそのいわゆる BB と略される前のロードベースと呼ばれている頃の BB です、ね、初期です。おそらく70年後半、もう80年79年ぐらいになるんですかね、年式的には。シリアルが3000番台の半ばが入っています、はい、そんな歴史のあるベースがなんで、ね、ここにあるんだろうという感じですが、いろいろ集まってきます、素晴らしいです。はい、でも本当にあのこれは完成した時ですね、ですね、これは、はい、もうやっぱり憧れですからね。いや本当、特に本当こいつは出来よし、そう、当時はね憧れだし、今はジャパンヴィンテージだし、これはもうね、まあ、指見てたらみんな分かりますから ね、それだけでもすごいと思う。じゃあ材の説明お願いします。まあ大概ボディから行くんでしょうけど、僕はやっぱりあの、まあ、僕実際昔 BB ユーザーで、オーナーで BBX をフレットレスに、あ、ヘッドレスに改造したのと BB3000 を2本持ってたんですけど、メイプルネックですごくもう本当に硬いメイプルの木なんで、それも影響するのか分かんないですけど、カチンとこうタイトな音が出たのをよく覚えてます。でこちらもそのおたぼに漏れるメイプルのネックですね、ガシッときてます。でボディはアルダーですかね、アルダーです、ね、うん、はい、なんかいいもの叩いてみました、はい、そんな BB でございます。ピックアップはあのワンピックアップでワンボリュームワントーンになってます。まあ見ての通りね、ベース弾かれる方がピンとくると思います。プレッションベースと同じ、形状をね、プレッションベースのユーザーを狙って作ったんじゃないかなという感じがします。ただやっぱり日本の楽器でも何がすごいかって僕が思うのは、日本人ですからね、なかなかアメリカの楽器って弾きづらい部分があります。きついです。特にプレベってものすごくスパルタンな楽器なんでですね、日本人、我々手の体の小さい日本人にとってはものすごくストレス、ね、弾く上にストレスが多いです。でまずそのうちの僕が一番気にしてるライブの時にパフォーマンスで気にするのが、ストラップかけて、肩からかけてライブです。もちろん立って弾きます、まあ、走り回ったり足上げたりします。そんな時に普通ヘッドが重くてこうヘッド落ちしますね。でも BB やっぱすごいですね、ヘッド落ちしません。これこう視点に、今ちょっとストラップないんですけど、こんな格好でヘッドがグッて上がって、ボディが後ろにちゃんと下がって、ぴったりとこうヒットするような感じで弾けます。前ボッサの語源のね、プレゼンやった時にも言ったんですけど、ライブの時に両手を離した時にヘッドがガーンって落ちちゃうと、どうもそれだけで、きつかったり、弾きながら左手で支えながらこう弾くっていうのがかなりストレスになります。そういうのも全く軽減されてます。ね、これをもう40年、30何年前にすでにやっちゃってるっていうのもすごいです。あと弦高が、これはまあね、ここにいる人の、店長が店長のこれ根性入れました。こういう、わかりますかね、弦高すごいですね、低いです。でこれ今弾いてません、押さえてるだけで。これ軽くしてるんですけど、最初フレートどのくらい、すごいちょっと見せてもらう、はい、すごい低いね、低いですね、デッドないしょ、はい、トリルだけでこんな出ますね。だから本当にこうね、こうこれなんか弾き方が好きな人も簡単に音が出ます。こんな感じで、もう本当に簡単に踊ります。
んな BB です。じゃあプレイ編でございます。はい、まあ講釈ばっかりもなんなんで、ちょっと実際に音を出してみようかなという。今全部フルテン、まあフルテンというか2つしかないんで、フルテンにしてます。ワンボリューム、ワントーン。ボリュームが。すごいですね、レンジがやっぱり、絞るとこもる、そのレンジの広さは素晴らしいです。ノイズもないね。ノイズもないですね、本当にそうですね。ノイズが綺麗な、そうですね。余談ではありますが、かなりこれ大事に弾いてあったんじゃないかなと、大事というか引き込んでるんじゃないかなと思います。いや、汚かったです。ああ、そうですか。いや、っていうのがピックガードがすごい弾いた跡が残ってるんで、これは逆に いい意味でですね。はい。弾いた跡だと思いますで、今これ。実はですね、まあ、アンプにもよるんだと思いますけど、トレブル2です。でミドルを今7、ベースが5、っていう感じで、つまり逆ドンシャリ、ですね、こういう、ね、ロー、ミッド、ハイを切ってるような感じになります。それでこの音が出ます。ピックアップも成功してるんだね、この子の、やっぱすごい、ワンピックアップなんですけど、これ、かなりレンジ広いんで、いろんな音作れますね、はっきり言って。で、いろんな音に作って、まあ、実際やってみましょう、ドンシャリの音。いける。で、まあね、さっきの僕好みの、ね、こう山下達郎のメリーゴーランドのイントロみたいなこと。ああいや、ほんとコウキさん思い出すね。そうそうそう、ほんといい音ねえ。いや、びっくりびっくり、ね、びっくりびっくり。この頃の BB ってこんな良かったんだと、そう、本当すごいですよ、やっぱりすごいね、やっぱり。いや、こんな深みのある音のするベースってあんまりないでしょ。ないで、800でこんだけいけるとは思わなかったですね、やっぱりね。1000以上じゃないとダメと思ってたんで、チューニングしてて本当すごい綺麗だなと思ったんで、いい、素晴らしい、素晴らしい、当たりですね、これは、はい、当たりです、ということで最後に、はい。